甘ミ成分の一つもグロシドブイの構造、ラカンカは、中国厚生地湾族自治区を原産地とするウリカ、ラカン家族の多年生ツル植物である。従来はツルレイ種族に分類されていたが、1984年になって学名が変更された。産地において特殊な薬効を持つ実であることから、仏教の聖人賢者であるラカンのようだということで、名付けられたとも、 真ん丸の実が低発した羅漢の頭に見えるからとも言われる。薬港を発見した新長の医師の名にちなむとも言う。亜熱帯の山岳地帯を好む。厚生地湾属自地,地区の経林の西南部に位置する英福県、通安県、林桂県が主要な産地で、この3県の生産量が世界の約9割を占める。鶴生の私有遺種の多年層で地下に海景を作る。 鶴の長さは5メートルに達する。6から8月に小さな黄色の花をつけ、8から10月にかけて4から6センチメートルの円形、もしくは東卵形の竹毛が生えた果実をつけ、熟すると能力色となり、光沢を帯びる。9から11月にかけて収穫する。多くの種類が存在するが、基本的には長灘か、青皮か、東岸か、平し毛、げ、硬の4種が栽培される。 最も品質が高いのは長々果てだが収穫量が少ないため、根戦中に弱いが収穫量の多い青川種が最も多く栽培される。現在では品種改良も行われている。甘みを低し、食用とされるが通常生では使わず乾燥させ砕いたものを煎じてラカンカ茶として飲んだり料理の甘味料として使われる。ラカンカを水や メタノールなどで抽出したものを、ラカンカ抽出物という名称で、食品材料として用いることもある。日本には、生の果実は輸入されておらず、乾燥したラカンカが輸入されている。ラカンカの甘味成分は、多くは、ブドウ糖と加糖と、特有の強い甘みを持つ成分として、モグロシドと呼ばれる、トリテルペン排糖体である。モグロシドは人が、エネルギー源として利用できないため、 モグロシドやラカンカ抽出物は他の植物性の甘味配当体と同様に自然派の甘味料として利用されている。日本ではラカンカに含まれるモグロシドのうちの指標となるモグロシド部位の含有量によって食品と食品添加物に分けられている。通常の単純抽出の場合はモグロシド部位の含有量は1%前後から2%程度であり食品扱いである。 一定量以上のものは食品添加物扱いとなる。ただし、モグロシドは他の食品添加物に比べて比較的新しく発見されたものであるため、その安全性の評価がまだ十分ではないとして、一部の生協などでは使用を見合わせている。モグロシドなどの成分単体、あるいはラカンカの抽出物についてその薬理作用の解析も行われており、 すでに健康食品として販売しているところもある。その具体的な薬効についても解明が進んできている。中国においては、経験的に喉や肺を潤し、鎮外作用があることが知られており、日本においても喉ドアに抽出物を添加しているものがある。また、便秘解消の効果もあるとされる。ありがとうございます。